うもシンガーソングライターの関口ゆきです。本日もお家で弾き語り、遊びにいらしてくださってどうもありがとうございます。今日はですね、シトラスの風という曲を歌いますね。現在2021年8月でございます。世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るっておりますが、このコロナ禍で生まれてしまった、感染者や医療従事者の方々への誹謗中傷差別、そういったものはね、あってはいけないよねと。それぞれがそれぞれの暮らしの中で、ただいま、お帰りと言い合える暮らしやすい社会を目指していこうと、そういった思いのもとに立ち上げられたのがシトラスリボンプロジェクトでございます。愛媛からねスタートしたそうでございますが、具体的にはね、こういったシトラスリボン結んでですね、可愛らしいですね。これ3つの輪っかにはね意味があるんですね。地域、家庭、職場または学校ということで、これらがね結ばれておりまして、このシトラスカラーは、愛媛の特産物の、柑橘類をイメージしたシトラスカラーということでございますが、こういったものを身につけたり、ロゴを印刷したものをね掲示したりすることでメッセージを発信する、エールを送る、そういった活動が全国に広がって、私の住んでおります栃木にもねシトラスリボン広がっております。そのねシトラスリボン in 栃木の方からのメッセージを受けて、作ったのが、イメージソングとして作ったのがシトラスの風でございますが、まあ、コロナ禍にね、限らずいろんな人がね、共に関わり合って生きていく世の中で、安心して暮らせる社会がね広がっていくといいなと、作られていくといいなと、そんな思いも込めて作りました。シトラスの風。風はシトラス、優しい雨が
それだけで心が結ばれる。迎えることが私の孤独をも救ってくれるよ。ありがとう涙の後にはどんな花が咲くだろう。きっと素敵なことが起こるよ。一緒に大事に育ってよう。いかがでしたでしょうか。それではまた元気でお目にかかりましょうね。チャンネル登録もどうぞよろしくお願い申し上げます。それではごきげんよう。関口ゆきでした。